ちゃん生誕祭にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。あなたのもとに甘い足をお届けします。私たちエクライケルトです。よろしくお願いします。はい、まずはですね、愛菜ちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、今日はですね、愛菜ちゃんの生誕祭にお呼びいただき、とてもとても嬉しいです。初めて見た方は少ないかもしれないですけど、ここでメンバーの自己紹介をさせてください。はい、オレンジを担当、たまちゃんことたまりかなめです。せーの、たまちゃん。ありがとうございます。はい、緑色担当、あゆゆうこと川崎あゆです。せーの、あゆ。ありがとうございます。はい、本日はですね、ちょっと急遽お休みということで、この2名でお届けします。皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日アイナちゃんの生誕祭なんですが、まあ2人になってしまったということで、寂しい、寂しい、とっても寂しいので、皆さん一緒にですね楽しんでくださると、私たちもね、パワーがもっと湧いてきますので、よろしくお願いします。次に聴いていただく曲は、この2人でしかねやることのない、エクレクではちょっと珍しいカバー曲をですね聴いていただこうと思います。それでは次の曲聴いてください。明日天気になあれ。
Are you ready?
とうございます。はい、ですね、昨日からゴールデンウィークが始まったかと思うんですが、エクレアエクレート、今日2人だったんですがね、またイベントさせていただく際は、4人みんな揃って連れてきたらいいなと思っております。ここでですね、イベントのお知らせをさせてください。はい、5月6日ゴールデンウィーク最終日になるんですが、山口県周南市にあるライジングホールさんにて YIF ボリューム3に参加させていただきます。イエーイ。またあの大きいステージで、ライブできるのがとても楽しみです。この日はちゃんとね、4人揃ってステージできればなと思っておりますので、ぜひちょっと、ね、遠いんですが遊びに来てください。待ってます。待ってます。はい、ということで、この後まだまだライブ続きます。アイナちゃんの生誕祭、皆さん最後まで楽しんでいてください。それでは以上、私たちエクラエクレットでした。ありがとう。